あところでお前さ、もしかしたら風花と付き合ってっか。何これ。すごい。これあれからゆかりっちとかとも付き合ってたらなんかセリフ変わるのかな。はい、皆さんこんにちは。コミューの開け方を絶対優先順位間違えて今めちゃくちゃ暇になっている達也です。いや特にさ、長期休暇中の仲間のね、コミューだったり、あとはそれこそ学園の人たちだよね、のコミューを先に優先させた方が、街にいる人たちってさ、休みの日も話しかけられるじゃん。早瀬とか末光とか、なんかね、ミスったなと思ってます。よし、じゃあ今日も続きやりましょう。ちょっと自分でね、タラトスなんですけど、ちょっと作り直しました。で、何を作り直したかっていうとね、この、ムドブースターですね。エメ属性スキルの成功率が上昇するってやつ。これとね、マハムドオンを、まあ、どちらも持って、より殲滅率を上げるために、ちょっと作り直しました。うん、丸抜をしながら、こう、いいスキル構成にならないかなって。本当はね、なんか光からの、光からの復活みたいな、光促進された時に生き返るみたいなやつがあって、それもねやりたかったんですけど、30分ぐらいずーっとこう選択してもね、全然決まらなかったので、ちょっと諦めました。よし、じゃあ今日はとゲーセンでお金を使って、あ、てかあれ月曜日もまだ冬休みだった。そっか、長えな冬休み。お、誰、電話がかかってきた。ああ、みっちゃん、今少しいいか。別にも構わないけど、日々さえ良ければこれからどこか行かないか。行く行く。行きます。そうか、じゃあ外で待ってるからな。みつるは嬉しそうだ。やったー。なんか女帝のペルソナいなかったな。まあいいか。おお、ウミウシ、二人で楽しいひとときを過ごした。それだけ。せっかくの休日に付き合わせてしまってすまない。お、君からすればここは珍しくもない場所なんだろう。まあよく早瀬とかと来るね。だが、私としては十分に来た甲斐はあった。牛肉と白米、こんなに相性がいいものとは知らなかったよ。今まで何食べて生きてきたん？牛肉と白米のうまさなんてもう、小学校低学年で気づくでしょう。ミツルは休日をそれなりに満喫しているようだ。ただ一つだけ気になるんだが、ミツルは何やらそわそわしている。何？このメニューはもしかして、女性が食べるのははばかられる代物か？いや、なんとなく思っただけなんだが、気のせいか。まあ今でこそ一人でね、食べる人珍しくないけど、これ2010年でしょ？今から13年前。確かに女性が一人で牛丼食べてるのは当時だと珍しいのかな？気にするなよ。そうだな。そんな無形のものに怯える必要などないな。当然だな。近頃、己の世間知らずが身に染みていて、どうも街では弱気だ。改めなければ、ありがとうしよう。とても嬉しそうだ。よし、グッと深まったぜ。プレゼント？あ、ブランド物のバッグとか嬉しいかな。いや、多分みっちゃんぐらいのお嬢様になったら嬉しくないんじゃないかな。あ、そう、なんかね、ゲーセンでフロスト人形をなんか適当にやってたら当たったんですよ。どうせ当たんないと思ったらさ。でもこれ3つ集めないといけないんで、みっちゃんにはあげれないんだよな。お守りとかどうだろう。ん？私にか？おお、なかなか粋な品選びじゃないか。何より、塩見の気持ちが嬉しい。遠慮なくいただくよ。ありがとう。ああ、よかった。喜んでくれたわ。夜と。あ、おかえり。くら。あ、ねえ、気づいた？なんか街に変なマークの落書きとか張り紙とか増えてるよね。やな感じ。街の人のああいう心の変化も、やっぱニュクスと関係あるのかな。ねえ、タルタラス行っとこうよ。1ヶ月なんてすぐだしさ。行きたいのは山々なんだけどね。ちょっとまだかな。まったく、街はひでえありさまよ。どんだけ頭がいかれてりゃあんな腐ったデコレーションができんだ。例の集会行為を行ったカルト集団ですが、ああ、この辺は一緒だな。黒丸は散歩行かない。テレビは？おお、世の中おかしいな。また一日一日過ぎていく。
誰？ありがてえ、連絡来るのありがてえよマジで。あ、ベベ今時間よろしいです？まあどうせマジで、あ、でも早瀬とかっていなかったっけ火曜日って。あ、ごめんねせっかく連絡くれたのにごめんベベ。そして早瀬いなかったわ。ベベと過ごせばよかったごめん。ちょっとさ、ちゃんとさ、込みで日程確認するの大事だよね。他に今できるの月水金ね。あいつ久しぶりだな、小田切。この辺もマックスなったし、火、木、土が暇なのか、って言っても学校やってないしな。なんで火、水、木か。舞子ちゃん元気かな、いろんな人がいたな。ベベね。あ、水、金、日か。なるほどね。よし、じゃあゲーセン行こう。やることね。夜。ただいまー。ポロマルさんはいい目をしていますね。純粋でまっすぐな目です。ハルトなんかに惑わされないためにも、こういう目が必要なのかもしれませんね。どんな目してるん、ポロマル。あー、お腹すいたって顔してるな。かわいいな、ポロマルは。はい、ゲーセンまた行ってきます。暇だ、毎日。早く学校始まんねえかな。こんなに学校待ち遠しいと思ったことないよ。また今日も連絡。あ、誰か来た。誰誰。もう今誰が来ても相手するぜ。うん、ちひろっち。めっちゃ迷ってる。いや、ゆかりって。ちとみっちゃんを優勢させたいんだよな。千尋ちゃんだってさ、今日話進めたらなんかさ、関係深くなってさ、他の異性との過ごし方に気をつけなきゃいけないってなってるでしょ。俺なんかすごい千尋ちゃんを厄介者みたいな感じの扱いにしてて大変申し訳ないんだけど、ほんとごめんね。うん、あ、ごめんなさい。 それじゃあさようなら。あー寂しそう。本当は何の予定もなくて暇なはずなのに、このゲームの仕様が悪いんだよ。俺は悪くないんだ千尋ちゃん、分かってくれという言い訳よし、早瀬。お、一緒に飯食おうぜ。あー、早瀬だけが今癒しだよ。お、例の奨学金のかかった試合、昨日だったんだ。あ、どっち？うまくいった？勝った？俺に対する愚問だな、早瀬。ニヤニヤしてる。よかった。もちろん優勝したぜ。祝福する。俺を誰だと思ってる。ま、ありがとうよ。早瀬は喜んでいる。よかった。本当に終わったんだよな、俺の競技人生。急に空っぽの気分だ。これからどうするの？就職するのもったいな。早瀬は張り切っているようだけど、まあ家庭環境を考えたら仕方ないのかな。家族を守るためにというとカッコつけすぎだが、いや、めちゃくちゃかっこいいよ。もう当てはある。死んだ親父のつてで車のメーカーにな。早瀬は黙り込んだ。少し遠いとこにあるんだ。おい、ちょっと待ってくれよ。お前もか。お前も俺のそばからいなくなるのか、早瀬。替え玉頼め。おごってやるから。じゃあ、お言葉に甘えよ。いくらでも食っていいぞ。お前に会ってからいろいろ分かったよ。俺はずっと家族や学校のせいにしていた。自分と向き合うことから逃げていた。お前に会えてなかったらきっと今の自分を不幸だと思ってただろうな。お前のことは忘れないぞ。早瀬の決断を打ち明けられた。本当に？いや、まあでも確かにな。大学まで競技やってるほどな、たとえそれでお金がかかんなかったとしても、家族を養っていくお金がないんだもんな。仕方ないのかな。いろいろ準備だの挨拶回りだのかあってな。寂しがるままなさそうだ。なんかさ、社会人の強豪チームとかから誘われたりしたいのかな。普通にお仕事やりながらね、競技続ければいいと思うんだけど。また飯食おうぜ。もう何度会えるかわからないが。それにしてもうまいな、ラーメン。遅くなるまで早瀬と語り合った。ラーメン屋で野暮なこと聞いた。おかえり。ただいま。
そうだ、しおみ、今夜あたりタルタロスへ出向かないか。年が明ける前と違って、今の私たちには頂上まで登るという使命がある。ニュクスと戦う前に、そこでつまずいては元も子もない。今やれることは今のうちにだ。そうだね。まあ、ちょっと前向きに検討しとくよ。まあ、いつかの動画でも言ったけど、やっぱね、こう、動画の最後に、こうタルタロスに登るみたいな感じで終わることで、僕がその後で動画外でこうレベル上げができるというスムーズな流れに持っていけるので、そんな感じにしたいなと思います。じゃあ、今日もペルソナの能力上げて、いやー、早く学校始まってほしい。今日で冬休みが終わりだ。ん？電話がかかってきた。お、ゆかりっち。え、構わない。暇だったらこれから遊びに行かない？よかった、ちゃんとピクシー用意しといたんだよね。行こう行こう。エコヒーキ。千尋ちゃんの時は断ったくせに。小豆洗い。二人で楽しいひとときを過ごした。美味しかった。やっぱりいちご大福にはほうじ茶だよね。ゆかりは休日を自分流に満喫しているようだ。ところで塩見くんって、ゆかりは妙にかしこまっている。いちご大福好き？本当の俺は、なんかそこまでだけど、大好き！だよね、だよね。あのピンクの皮がいいよね。いや、皮がピンクじゃないのは、いちご大福とは認めないから。ねえ、私たち、食べ物以外の好みも合うかな。ゆかりは妙に嬉しそうだ。まだ、塩見くん呼びだからな。え、プレゼントしよう、プレゼントしよう。これはどう考えてもね、高級のブランドバッグだよ。これ、わざわざ選んでくれたの？ありがとう、こういうの欲しかったんだ。大切にするね。なんか、セリフと表情が合ってないけど。本当に大切にしようと思ってる。ねえ、ゆかりっち。どうやらゆかりにとても喜ばれたようだ。そろそろ暗くなってきた。本当に喜んでるかな？表情死んでたけど。君か。おかえり。ただいま。なんか二人で囲ってるな。信じれば救われるとかカルトの人はしきりに主張していますね。でもそれを真に受ける人って、幸運を呼ぶ何々とかって雑誌の裏表紙によく怪しい商品が載ってますけど、あれでしょう、なんかイケてない人が札束風呂に入れながら女性はべらかしてるジャンプの裏とかであるやつでしょ。僕にはそれと同じにしか思えませんよ。眉唾ですよ、眉唾。あ、この辺は一緒だね。黒丸お散歩行く。あ、行こう行こう行こう。あ、アイリスと一緒に行ってくれ。よし行こう。あー、ワンワン言うてる、かわいいな。ホルマラさん、とても楽しそうですね。明日から学校ですね。なんだか楽しみです。今は周りが全部違って見える。アイギス、もしよかったら明日の放課後、一緒に帰れませんか？え？約束？タクヤさんと一緒に街を見たい。アイギスとしばらく話し込んだ。え、嬉しいの、お誘い。え、お腹が空いてるんですか？じゃあ帰ったらおやつ食べましょうか。ちょっとだけですよ。ああ、いいやりとり。この平穏な日々を守るためにもニュクス倒さねえとな。1月8日、学校だー。てか8日か。金曜日も休みたい人多いだろうな。明日から土曜日だし。でも土曜よ、会社なのか。会社じゃねえや、学校だ。話し声が聞こえる。また BGM 変わったな。ねえねえ、カルトとかってやつの噂聞いた？ちょっと変な呼び方しないで。滅びは来るんだからもう決まったの。あ、もう感染済みだわ。もう決まったなら仕方ないね。あれでさ、今日の2限の宿題だけどさ、ちょっとみんななんかだいぶ周りの人たちも信じてるんだね。午前、みんな明けましておめでとうございます。もう休みは終わりよ。おとそももう終わりよって。未成年か、かわいそうね。おとそ、じゃあ早速授業に移りましょう。新年だし気を引き締めて、初歩の初歩からね。日本固有の文字、それはひらがなね。漢字を簡略化して平安時代に成立したの。そこで塩見くん。あ、はい。まあ鳥海先生な、塩見のこと好きだからな。とりあえず話しかける理由が欲しいんだろうな。ひらがなで書かれた最古の文学といえば、コロナ禍で知ってるのが土佐日記しかないので、土佐日記。やったやった。その通りね。ひらがなは女性が使うものとされてたんだけど、土佐日記の作者はご存知？これもうなんか学校の授業なんてはるか昔すぎて覚えてねえよ。あ、やばい、年齢バレる。
サリッキの作者、これなんだっけ、ちょっと調べてくるね。はい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 、紀貫之ね。うんうん、紀貫之、紀貫之、よし。そう、男性なんだけど、この日記は作者が女である前提で書かれているの。つまりネカマよね。急にワイコ出てきたな。ま、こんな古いところはエコダに、いえ、エコダ先生に任せましょう。じゃあ教科書開いて。やった、正解。放課後と。なあ、ちょっといいか。おお、順平どうした急に。順平が話しかけてきた。今から軽く付き合うね。あ、ちょっと俺、会議室と約束があるんだけど。これなんか押しちゃっていいのかな。はい。天気も良さそうだし、屋上行こうぜ。なんかボイスついてるし、行った方が良さそうだな。屋上。順平と自分以外に生徒の姿はない。そういや、俺だって二人だけで話すって案外なかったかもな。言われてみれば。もうすぐ成人の日だな。去年までは単なる連休の日と思ってたけど、今年はさすがにちっと思うよ。まあね。俺もちゃんと大人になって普通に成人式とか出んのかなとかさ。まあ好きにすればいいんじゃない。そうだな。つうか最近急に世間の空気も妙な雲行きになってきたよな。ほんとそれな。新聞もニュースも人がわけもなく集団で倒れたとか消えたとか、そんなんばっかだ。シャドウの被害が増えすぎてて記憶の補正が追いつかねえんだって先輩は言ってた。どう考えても例のニュクスってやつの影響だよな。ここんとこそれ系の話にかこつけて妙なカルト宗教みたいなのも騒がれだしたろ。学校の生徒でもね、信じてる人多いよな。やれ週末がどうたらこうたらってさ。なあ、早いとこなんとかしねえとな。まあみんなも怖いんだろうね。悪い予感みたいなもんをみんなどっかで感じてんのかもな。それにニュクスだけじゃねえ、ストレガの二人もまだ生きてる。完全に忘れてたわ。あいつら何やってんの。だんまり決め込んでやがるが、どっかで必ず俺らの行動を邪魔しようとしてるはずだ。まあ確かにね。決着つけねえとな。うん。それにしてもお前とこんな命預けるまでのダチになるとはな。確かにな。順平ってまあなんだろう、ペルソナ2とかだと英吉とかだし、ペルソナ1だと南條くんとか、ペルソナ5だと龍二とかかな。ポジションの割にはあんまりこうダチ感があんまりなかったんだけど、ここに来てな、主人公してるもんな順平。去年の春には想像もしてなかったぜ。もっとも世界がこんな無茶なことになるって自体考えなかったけどな。順平は遠くを見渡している。あ、ところでお前さ、もしかして風花と付き合ってっか。何これ。すごい。これあれかな、ゆかりっちとかとも付き合ってたらなんかセリフ変わるのかな。あ、いや、そうならそうで別にいいんだ。落とした。ただ風花っていい子だぜ。なかなかいねえよあんな子。なんかすげえ青春の話してる。屋上でちゃんと大切にしてやれよな。あー、そうだね。順平はな、千鳥のことをまだ。しかし実感湧かねえぜ。こっから街見てっとすげえ運命がそばまで来てるなんて全然思えねえ。けど見えねえから見ないってんじゃ何も変わんねえんだよな。そうだね。お前正直すげえよ。こんな運命10年も前から追わされて、そんでも自分の力にしちまうんだからな。確かにな。順平は振り返った。俺今までいろいろグダグダ言っちったけどさ。確かに序盤からずっとグダグダ言ってたなお前。お前のこと頼りにしてんのは本当だし、お前と会えてよかったよ。うわー、なんかいいな。真顔で言うと恥ずいけどさ。でも本当の気持ちだ。うわー、戦いが終わってもずっとダチってことでいいよな。当たり前だろ。ここは素直にあーって言っとこ。いいな。順平と固い握手を交わした。うわ、めっちゃいい。今日の授業が終わった。うわ、また BGM がいいな。ちょっとアレンジバージョン。そう、アイリスと予定が。咲夜さん、学校久しぶりです。なんだかいろんなことが違って見える。あんまり楽しい雰囲気ではないですけど。あの、咲夜さん、この後何か予定はありますか？よかったら、一緒に帰りたいです。一緒に帰ろう。よかった。あ、そうだ、すみません。
途中一箇所だけ寄り道させてください。じゃあ行きましょう。長泣き神社。私この頃よくここへ来るんです。前の私は神社という場所の価値がよく分かりませんでした。でも最近は違ってきて。それにここは去年の夏にコロマルさんと出会った場所ですよね。あの日までコロマルさんは飼い主さんが亡くなったのを知りながらずっとここに。コロマル、その理由今なら理解できるんです。人を動かすものは多分事実じゃなく思い。亡くなった事実を知っていても痛いっていう思いが行動させる。私も同じです。守れないという事実を分かったはずなのに、それでも私戻ってきました。つまり無意識のうちに事実より思いに従っていたんです。あの時は混乱していて気づきませんでしたが、実は私、昨夜さんといる間にいつの間にか行動原理が変わってしまったんです。アイギスからほのかな思いを感じる。お、ここに来てアイギス間に合うかこれなんか金ピカに光ってるレアカードだ我は何時何時は我何時、え、あ、英語のペルソナを生み出せしとき。へえ、超キラカードじゃん。アイギスコミュ、え、間に合うもうアイギスこんなの優先させるしかないじゃん。へえ、新たなアルカナである英語のコミュのようだ。あ、今の言葉訂正しないと。人を動かすものはなんて言いましたけど、私もコロマルさんも人じゃありませんでしたね。ふふ、ごめんなさい。アイギスは心なしか寂しげだ。いやでもアイギスはよっぽど人より人だよ。寮に帰ることにした。へえ、まさかの。帰ってきた。ただいま。3学期も普通に始まって調子が出てきた。世界の運命がどうであれ俺には関係ない。今はただ前だけを見てやれることをするだけだ。タルタロスならいつでも出れるぞ。なるほどね。お、僕のクラスでもカルトの話が出てました。初等科だってのに。とりあえず話すだけで染まってないのがせめてものする不意でしょうか。中等部とか高等部だと信者になった人さえいるって聞きましたし。はあ。テレビをつけた。この調査により子供のお年玉にも無気力症の影響が出ています。無気力症のため外出の機会を奪われ、親戚間のお笑いが途絶えたため。まあでも これはコロナの時にも同じようなニュース見た気がするな。街はカルトに染まったけれど学校だけは大丈夫なんてね。そんな風に考えたこともあったけど、やっぱダメだったみたい。週末がどうだとか救いがこうだとか校内で普通に話してるんだし。はあ、こんな学校生活ってないよね。私が思ってた以上に世間ではカルトが浸透しているようですね。もっと抵抗とか拒絶が多数を占めるかと予想していたのですが、なんだかスポンジが水を吸い込むようにあっさり受け入れられてる気がします。はあ、あ、不安定なんだ。仲間の予定、あ、全員出撃もできる。今日じゃあちょっとタルタロス行こうかな。普通のやつにしてみれば何の変哲もない普通の三学期だが、俺たちにしてみれば今月末で終わるかもしれない三学期なわけだ。複雑な気分だな。同じ教室にいて違う世界にいるって感じだ。学校におけるカルトの影響、覚悟はしていたが、やはりかなりのものだな。かといって効果的な対策があるわけでもないし、君は何かいい考えもないか？徹底排除する。あまり使いたくない手段だな。とにかく反発が起きるのが危険だ。万が一やっても最終手段だろう。やるんだ。よし、じゃあちょっとタルタロス行こっか。うん。挑みますと。さあ、タルタロスでレベル上げをしたいんだけど、パーティーはね、やってやるぜ。まあ順平、アイギスのレベル上げもしたいな。ちょっとまずは一面でいくかで、あ、なにこれこれこれ、パラダイムドア、銀色の扉がある。これがエリザベスの言っていた扉のことだろうか。確か姉と言っていたか。とにかく中に入ってみよう。え、なになに、あ、誰かいる。たくさんの扉がある。なにこれ、誰かが立っている。
よく来たわね。私はマーガレット。マーガレットさん。力を司る者の一人といえばわかるかしら？あなたのことは聞いているわ。一度私もこの目で見たいと思っていたの。なんかこの人、ペルソナ5ダンシングの時になんかチラって見た記憶があるな。ここはビジョンクエストの間。私が用意したあなたの中の世界を、あ、ちょっと言ってる意味がわからないですね。マーガレットさん、なんかエリザベスと違ってさらに品があってね。素敵ですね。エレガント。どういう意味？ここには様々な戦いを用意しているのだけど、これらはあなたの記憶をもとに作ってあるの。あなたが今まで戦ってきた巨大なシャドウ。あ、もう一度戦えるってこと？そう、あれらと戦うことができるわ。今のあなたで、あの時のようにね。どういう意味ですか？言ったでしょ？記憶を元にしてるって。ぐだぐだ言ってないで最初の扉を開けなさいよ。そしたらわかるから。怖っ。ヤンキーやん。ちょっときついな、このお姉さん。でもそこがいい。どうしてこんなことを、ちょっともうちょっとぐだぐだ言ってみるか。これは私からの挑戦と思ってもらって結構よ。なんで？ここにある問題は、解くも解かないのもあなたの自由。中には難しいものもあるし、逃げたとは思わないわよ。さあ、自分でそれぞれの扉を調べてちょうだい。すべての問題を解いたら、ふふ、お楽しみよ。ここにはマーガレットが用意した様々なバトル問題。どの問題も敵を倒せばクリアとなります。問題を解くとバトルの報酬。はあ、それはやらないと。何ここに来てさ、この、なんか、やり込み要素。困るんだけど。俺には俺の予定があるんだけど。ちょっと一旦出てセーブしとくね。あなたか試練に値する人間か見せてちょうだい。あそこに見える助教校の扉。助教校、めっちゃある。すげえあるじゃん。助教校、恋愛、魔法王。あ、この左から順に行くのかな。じゃあ行ってみるか。うん、何かが聞こえてくる。巨大シャドウの間。あ、なるほど。キャラ指定か。なるほど。ここに来て均等にレベル上げをしているかどうかが試される。ちょっとミッチャーを外すしかないでしょ。うわ、そういうことしてくる。じゃあ扉開くか。いやー、いた。懐かしいな、君。これだけの大物は初めてだ。焦らず慎重に行け。強いのかな。ちなみにね、キャラをスカーハさんにしました。でね、スカーハさんで、ね、なんかね、マハスクカジャとかをね、オートで最初に開始で覚えるやつとかあったりとかね、結構強いんですよ。とりあえず、うわ、結構硬いぞこいつ。もう当時の戦い方とか覚えてねえしな。こいつ弱点とかあったっけ？ない気がすんだよな。いや、硬いって。強っ。順平めっちゃ火力出る。召喚とかやってたっけ？何そのちっこいの。仲間を呼んだか、小賢しい。本当にな。とりあえず頑張ってきます。注意してくれ。ゴリ押しで倒せそう。そしてなんかあれだね、やっぱ当時の記憶だからちゃんとみっちゃんが指示してるといいね。最初の頃思い出すわ。てかね、ちょっと順平が強い。この利権乱舞がね、超ダメージ出るんだよな。あ、した。あ、外した。何やってんだ、純平。じゃあ、ちょっとこれでとどめかな。マハガルダインと。いけい。オーケー。あ、でもそんな強くなかった。まあ、一番最初のボスだしな。へえ、こんなやり込み要素まであるんですね。経験値1160、あんまもらえないな。斬撃吸収を1個手に入れた。それだけ。おい。もっと豪華なアイテムくれよ。ここ何？ああ、これも一緒か。
まだまだあなたの力が見たいわ。扉を開けておいたからどこでもご自由。ああ、そうだね。どうせあれでしょ、これ全部倒したらさ。じゃああなた最後の難関よとか言って私と戦いなさいとか言うんでしょ。どうせ君と戦うんでしょ。そんな予感がプンプンしてます。はい、ということで編集でどうなってるかとかわかんないけど、今日はここまでにしよっかな。あ、そうだそうだ、その前にちょっとね、アイギスをレベル上げしたいんですよね。なんかここに来てアイギス全然僕放置してたんで、だいぶ弱く、あ、メイド服着てるちょっとアイギスメイド服着てる。昨夜さんはこういう服がお好きだったんですね。戦闘用ではない服を着て出撃するのはやや不思議な気持ちです。あ、いえ、私は全然構いませんよ。ありがたく着用しております。かわいい、メイド服アイギスかわいい。そう、この先行きたいんだけど、おー、行けるんだ。とうとう階層、やっぱそうだよね、不自然にそこに一つ空いてるなと思ってたけど、この先の階層を探ってみます。220階。ん？どうやら万人のシャドウの数もう残りわずかのようです。あと5体、結構いるなかなり頂上に近づいてます。力を合わせていきましょう。ん？あ、あー、そういうこと。ニクス討伐隊。あ、これあれかな、もしかして階を登れば登るほどこの審判の込みが進んでいくのかな。はあ、なるほどね。よし、じゃあそういうことで皆様、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとね、頑張ってレベル上げしますよ。うん、ただ今回はなんか1回でボス倒す、なんかボスを一気に倒すとか、ただそういう戦い方じゃなく、どうせ夜暇なんでちょこちょこ行きたいなと思います。でちょこちょこなんかレベル上げもしたいなって、うん、僕の撮影時間が許す限り、うん、頑張りますということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。